今日も話題のニュースをお送りします。翔平とボスチャンネルでキャスターを担当しているエマです。本日もよろしくお願いします。今回は大谷翔平の一問一答。開幕投手に指名された本人の心境を記者が迫ったらの反応をお送りします。早速一緒に見ていきましょう。アメリカの大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が26日、日本時間27日にホワイトソックスとの OB 戦前に取材に応じました。そこで開幕投手に関して同日に登板回避した理由などを語りました。今回はそこで実施された大谷翔平の一問一答を見ていきましょう。開幕投手に指名された心境は、嬉しかった。光栄なことだし、そこを取るか、取らないか、シーズンの始めが変わってくる。しっかりと努めて、勝てるように頑張りたい。今日登板回避して、31日のブルワーズ戦に変更した。その判断の理由は、開幕投手が正式に決まった。そこに向けてしっかり合わせたい。単純に、中4日、中5日で行くと疲れるなと。疲労が溜まった状態で開幕を迎えないといけないので、スケジュール的にやっぱり難しい。その中で、実戦の感覚を養いながら、レスト、休息日も空けながら、ベストなプランを出したつもり。登板回避の決断はいつ決めたのか。投手コーチと話して、正式に決まった日に決めた。最初の登板で、50球投げた時に99マイルが出たり、自分の中で、ある程度、満足できたことで1回飛ばしてもという気持ちが出たか。内容が良くなかったら、もっと投げたいとなると思う。精一杯、シーズンの頭には合わせるが、なかなか、最初から100とか、110球投げる投手は少ない。ある程度、開幕から緩やかに上がっていく計算をしたい。オープン戦、あと一つの登板で開幕に間に合うか。前回も良かったし、その間にブルペンなり、ライブ BP に投げると思う。そこである程度調整して、最後に投げて、中をしっかりと開けて登板できたら、チームの方針として、自身の好きなように調整しているが、それに関しては、やりやすいようにやらせてもらっている。しっかりと、1日1日、体調見ながら、自分でしっかりと調整したい。投手と打者だったら、打者の方が調整が必要か。どちらも同じぐらいと思う。毎年、そうだが、あまりこの時期にいいというのはない。投手降板後も DH 出場可能な大谷ルールについて、こういう変更があると思っていたか。少し話は聞いていたが、正式にどうなるかはわからなかった。個人的にも、チーム的にもすごく大きいことかなと思う。自分が登板するとき、しっかりとそれを活かして攻める気持ちを持って積極的に頑張りたい。当チャンネルでは、これからも、翔平とボスの動向をチェックしていこうと思います。ご覧いただきありがとうございます。それでは、このニュースに関しての様々な反応を見ていきましょう。こちらです。大谷選手開幕投手、二刀流、ワクワクするが心配もうまくいってほしい。味方打線の援護もらえるか、とにかく勝利するか、ホームランも見たい。贅沢言わないが、勝利投手になってほしい。怪我しないことだけを祈りつつ、毎朝起きるのを楽しみにしてる。敵は怪我だけ。周りに流されず、己を通してきて今があると思うので、今シーズンまた、全世界の野球ファンを楽しませてくれるプレーを期待します。ほんと怪我なく試合に出続けて見れるのが楽しみです。デッドボールとか塁上の工作、疲れから来る筋肉の怪我に気をつけて、今年も1年勇姿を見せてください。また、大谷選手の活躍を毎日楽しみにできることが幸せです。日本に明るいニュースをたくさん届けてください。会見があるといつも思うけど、大谷選手の表現力とか語彙力とかすごいというか、頭の良さがにじみ出るな。そして、相手にも対する真摯な受け答えも素晴らしい。ダメなとことかないのかな？たっぷり見られて嬉しいです。ご本人も話してる通り、数字云々より健康でシーズン通しての活躍を祈ってます。その先に何が見えてくるか楽しみでしかないですね。期待しかないし、もっとと思うけど、去年以上の記録を出したらもう人じゃない気がする笑い。だから今年は怪我なくワンシーズン過ごせることだけ期待しときます。あとなんか5勝30本とかでもバッシングされそう。勝利は中継ぎ抑えがキーポイントになるケースもあるからね。気を使ってるかもしれない。 W 怪我なく楽しんでやってほしい。オフの時に日本のマスゴミ番組に出なかった。本当に感心する。当たり前のように年々筋トレの重量上がってるってとんでもないことなんだけど、平然と語る。昼間の気温が高いから腕が日焼けしてるね。柔らかさが少なくなったような、大人らしさが増したような、戦う男の顔になってきてるのかな。今年も怪我せず野球を楽しんで。楽しみにしてるよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。これからも翔平と星チャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録と評価していただけると励みになります。本日はキャスターのエマがお送りしました。またお会いしましょう。